マイクリベラは、プエルトリコリオピエドラス出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。トロイ大学を卒業後、1997年にアマチュアフリーエージェントでデトロイトタイガースに入団。2001年9月18日にメジャーデビュー。2003年にサンディエゴパドレスへ移籍。2006年にミルウォーキーブルワーズに移籍。この年は、シーズンを通して、 ダミアン・ミラーの控え手を務めた。翌年以降も、チームがジョニー・エストラーダやジェイソン・ケンドールといった実績のある星と次々と契約したため、リベラはマイナーとメジャーの往復を余儀なくされる。そのため、2008年には初めて一類種に挑戦した。ブルワーズには2009年まで在籍し、2010年はフロリダ・マーリンズ及び3カのマイナーでプレー。 翌2011年にブルワーズに復帰したが、メジャー出場は一試合に止まった。家族は、イザリー夫人とマイケル・ジュニア、リアム、イーサンという3人の息子がいる。また、マイナー時代、1999年に公開された、ケビン・コスナー支援の映画、ラブ・オブ・ザ・ゲームに少しだけ出演している。ありがとうございます。